李氏和人伝を普通に読むと、山王朝の支配が及んでいなかった九州の様子が、詳細かつ国名に書かれています。特に、山大国に服属していた九州北部の国については、考古学的な事実とも適合しているため、かなり真実に近いと思われます。最も劇的な発見は、福岡市の鹿野島で、 勘の和の名の国王院という金印が発見されたことです。品の五官の聖師である五官所にも載っている五官の後部堤が、県務中元2年57年に、那国からの長賀市へ作法の印として賜った院のことです。発見されたのは江戸時代なのですが、金印が出土した以上、 な国が存在していたことは間違いありません。そして、ギシーは神殿には、な国がしょっちゅう登場しています。もちろん、ギシーは神殿の主役は、女王の国の山大国ですが、な国は女王の国に至る途中にあります。大砲軍、現在の北朝鮮西南部から女王の国までのルートを改めて整理してみましょう。大砲軍、 北朝鮮南西部から女王の国に到達するまで、全部で1万2千里余りになる。和の北岸のクヤ韓国、現在のプサンに到達するまで7千里。千里余りの海を渡ると津島国に到達する。そこからまた南に行って千里余りの海を一つ渡る。一大国、壱岐に到達する。 また一つ、千里余りの海を渡ると、松浦国、今の長崎県松浦市に到達する。ちなみに、松浦市の故障は、松浦です。この時点で、山大国機内説は、ファンタジー以外の何物でもないことがわかります。松浦まで、全体の距離の6分の5を消化しているからです。さらに、東南に陸地を行くこと500里で、 糸国に到達する。東南に行って、那国に到達するまで100里ある。糸国は現在の福岡県糸島市。地名の9割は千年呼び方が変わらないと言われますが、本当に実感できますね。那国の位置が鹿の島なので、松浦市との中間となると、糸島市以外考えられません。